大家都跟 EA 学坏了，像 UBI 的那个《前进二》也有这种版本 ，Anson 也有这个版本，剩下就没有了啦。最近的游戏，终极版哦，哦，我记得是多坐骑，然后还有一些服装，我也不知道多什么东西，没有看。片雷吗？以主线剧情来说的话，蛮雷的。以对战来说的话，我可以接受。开大招了！看，被市长的机关枪打了100多下，还能不死吗？这款有二 P 对战啊，可我不知道它是用什么样的方式，有可能是分割画面。分割画面的话就蛮惨的，我不确定。如果是单一画面的话，对某个视角的玩家来说就不友善，因为特效很多。FF15 就是半成品，可是他的 DLC 我没有玩完欸，听说评价有变好一点。FF15 的卖点就是最喜欢大家了，好，完结。我真的很喜欢大家。気づいてくれ。哦、いいね。
はい、シスワ。そんなに警戒しなくても大丈夫だよ。いいね、悪くない。だが、まだちょっと早いかな。いや、なんでもない。こっちの話さ。君は本物かな？それとも？看我这套服装，当然是本尊啦。这时候来去阿法。好，瞄一下。好，没有，换下一区。诶，贝塔的海贼王吗？刚解完了。啊，阿法再瞄一下。也没有，好，玩下一局。这个头发很难洗啊，所以我都没洗过啊，臭死敌人。当头发脏到某个程度的时候，会有腐蚀的效果，所以敌人就不能抓我的头发了。因为我头发本身就有攻击性，在上面滋生的细菌微生物会腐蚀你的手。DQB2 不是已经可以玩了吗？最近卤蛋不是在玩？现在大家都在 Apex。哦，沙可要挑战20杀以上。この辺りなんだけど。キルアだ。ゴン。なのか。哎，你分得出谁是本尊吗？隣のやつは誰だ？今一緒に戦ってる仲間なんだ。仲間。紹介するよ。俺の親友キルア。ゴン、少し離れててくれ。こいつに話がある。どうしたんだよキルア。まさかキルアもキューブに操られて。这个角色当然自己捏的啊。可是我蛮后悔捏女生的，可能捏男生比较好。哦，哥，超痛的！もうこれで終わってもいい。だからありったけを。さあ、しゃくじゃんけんくー。え、用完之後就消失欸。哎呦，有呈現啊。
没有消失啊，换了一个女的。可不可以那个 Dior 没有 Dior 的服装？打到后期才能解锁吧，我猜。Kiruwa， 悪い悪い。お前は俺の知ってる本物のゴンなんだな。何言ってんだよ。そんなの当たり前じゃん。だろうな。戦って分かったよ。どういうこと？ここに来たばかりの頃、お前に襲われたんだよ。え？それってまさか。お前の偽物だろうな。そいつ、ひそかと手を組んでたぜ。ひそかと？そのひそかも偽物だったの？どうかな。そっか。キルア、きっとキルアがあったのはレプリカだと思う。俺たちが今戦っている敵、そいつらが作った偽物なんだ。そういうことか。疑って悪かったな。七牙，你想要的是旁边那个女小姐吧？嗯，正常人都是会挑。哎，ここが俺たちの基地、アンブラスベースだよ。へえ、かっこいいじゃん。で、ひそかのやつはいないのか？あ、そういえば、きっとそのうち出てくるんじゃないかな。だといいけどな。さっきも話したけど、お前のレプリカと一緒にいたひそか、あいつが本物だったのかどうか、はっきりしないうちは油断できないぜ。うん、そうだね。好，这局打完之后，看，哎，又有新任务了，又要打关键任务了。支持双王的人，哦，双王练翅吧。我记得他的刀的本名是叫那个什么什么双王蛇尾丸。哦、oh, ，那我要怎么知道我斩破刀的名字呢？哦、oh, ，我来告诉你。明天的万圣人不用直接抽，我应该会2月14号抽了。有万圣人之后 ，PVP 变成超好打，还有万圣美笑，闭着眼睛打。哦，攻击距离好长哦。嘿，空大，啊，练刺，对不起啦。
見せてやる。俺の力。行くぞ、残月。ぶっ飛べ！逃がさねえぜ。バカにしやがって。よそ見してると、怪我すんぞ。ほら、ケツが十字すよ。伊芙的招好贱的，他有一招是把人家打到空中之后可以接月牙天冲，阿兔正方接阿兔三角，可是你的气量要够了，气量可能要三条以上才接得到。哦，蓝蓝总右界从四文件消失了。你说蓝蓝？电刺，你也太没有矜持了吧！他选角的机制也蛮特殊的，就算人气角，然后挑 BOSS， 挑反派最大反派为主吧。茶渡、雨龙、织姬，你们去哪啦？好想你们啊！这招，你能换别招啊？
可以时间暂停接大招吗？不行，那开大的时候才能时间暂停。时间暂停，只有在JoJo的格斗游戏里面有出现过，其他都没有，太强了。JoJo出过两款了、啊，一款是2D 格斗，另外一款是类似乱斗的方式。哪是角色哦？目前觉得索隆蛮 OP 的。黑胡子也不错，有一招吸人的范围蛮大的。啊！蛮强反击技的，出事了，出事了！目前 Apex 实况人数应该有到40万吧，我看一下，12万啊，没有40万那么多，14万而已。不错，有新的竞争是好事，只是这样大家都会忘记传统吃鸡了。这不是偷跑啊，那个终极版可以早玩两天。好，我们来打一个金钱任务好了，我想赚点钱。这个等级限是20啊，应该是不会太难。这个时候就要请我们的主角索隆来帮忙。角色打任务的时候，有些任务是全开，然后主线任务的话就只能用正派的。目前，
そこね。よ、でや、え、よ、よ。有请索隆大神。哦，刷塞。哦，有没有看到这个伤害？要求呢？Emperor Ice， 他是 Time 不一样。私にバリアを張らせるとは。じゃあ、この、そっち、はっ、もう、え、じゃあ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 、ラウジングチェンジ。三刀流奥義ホーリーチェーン今だ悪く思う一刀流いよいし、シシソンソン1080ポンド砲自由を奪わせて何三刀流奥義その力三刀流奥義一大三千大千世界誰か思うなラウジングチェンジチェンジもっとこいつは私の出番三刀流奥義私にバリアを張らせるとはな小杰没有直接大杰版的，他只有开大的那一瞬间会变大杰，然后开大完之后，他角色就会下场。海贼王冒险那款吗？可是我忘记那款是什么时候出的。如果是三月初的话，我就不玩了。我瞄一下，三月要玩的太多了。三月十四号跟全境卡到了，可惜。那就是找主线的时候了。哦，找到了。哦，なんだおめえか。ん？いや、留守番ばっかだと体がなまっちまってよ。トランクスのやつが、オラリーダーなんで、ここでじっとしておくのも大事な仕事だって言うんだけどよ。叩きたくてうずうずしちまってよ。長官からの通信です。どうした？悟空と一緒か。メキシコ地域で J フォースがベノムズと交戦中だ。至急救援へ向かってくれ。よし、いよいよオラの出番だな。いや、悟空には別のミッションを頼みたい。行くぞ、ついてこい。
おい、待て。はあ、いろいろと頼んだぞ。お前、レプリカだろ。助けに来たぞ。悟空のおっさんか。悪いな。こいつは本物なんか？いや、こいつは偽物だ。本物のトグロはこんなもんじゃねえよ。そんなにすんげえやつなんか？一度戦ってみてえな。悟空のおっさんらしいな。でも、まずは目の前のこいつをぶっ倒さねえと。そうだな、ユースケ、行くぞ。啊，我都忘记护羽旅我们打好几次了，本尊我们已经打爆过了，然后人他就直接走掉，这是一种非常拖时间的方式。海贼王是这款吧，寻觅世界这款，然后还有一个原创反派，那个反派看起来蛮酷的，没有果实能力，然后纯用科学，这样也比较好了，因为现在果实能用的都被用过了，只能硬去凑什么幻兽系果实，不然是动物系古代种。等级突破上限之后，所有角色都可以突破嘞。还好没有，还好没有这么麻烦。如果是你想要练的角色都要突破一次的话，那就超麻烦。看三月还有什么可以玩的。全境是三月十二号就可以玩了，也是提早的版本。哎，不对，三月十五哎，嗯？哎，偽物那你偷个那样子的呢？有人可以帮我查一下全境封锁，它可以提早几天吗？我记得有一个特殊的版本可以玩。看过后想买的请举手。悟空的おっさん，まだいけるか？我想买。もちろんだ。不是，我想卖。なんだあれ？わあ！あぶね！雷ガン！くっ！ユスケ、クソーク、ふっ、わあ、ハハハハハ。
も心配してる場合じゃねえみてえだな。まだいけるだろ、悟空道さん。あ、もちろんだ。蹲蹲蹲蹲，提早三天呢、啊，哦，好爽、啊！大姐加油啊，你不能输啊！这个场景好像魔物猎人呢、啊。おやおや、あなたは。レプリカたちには孫悟空を孤立させるように言っておいたのですが、ままならないものだ。まあいいでしょう。あなたとは以前お会いした気もしますが、再会の挨拶は不要ですね。君ではどうあがいても私たちにはかなわない。抵抗は無意味だ。生かしておけば使い道もあろうが、私の存在がJフォースに露見するのもいささか都合が悪い。ではアイゼンさん、共闘と行きましょう。もっとも戦いと言えるものになるかは疑問ですが、さあ楽しい宴を始めましょうか。哎，想开大绝，加赛！读取啊，读取，看完动画再读取。蓝蓝，这个是完结篇的那个那篇章里面的，就他已经打输医护。然后被关到尸魂界里面，然后星之骑士团出没的时候，他被叫出来帮忙。これは意外ですね。虫けらと思っていましたが、多少は成長したようだ。ですが、その程度ではね。大丈夫か。あなたは確かガーラとかいう。行くぞ。せっかちですね。では行きますよ。啊？还要再打？面倒を受けさせない。波動の救助。
五竜天滅。君ごときがこの私に何だろう。二度も剣を出す。やるな。よくだらな弱い遅すぎ。残念だが、シューマくん。やってもらうぞ。こいつの中でおとなしくしていろ。砂漠総大将封印。なんだと。そこに見えるか。这个不要往前冲。ランク。遅い。Anson 十五号的时候会玩，也会直播。我应该会冲很快吧？一周内全身传说装。前进封锁的话，不可能不会玩的这么凶，顶多都把暗区打一打，然后看一下它有什么内容，因为三月底还有很多想玩的东西。これほどと。なるほど。君たちの実力は分かった。フリーザ、時間だ。これくらいでいい気になるなよ。大丈夫か？おや、皆さんお揃いで。残念ですが、今日のところはここまでです。フリーザ、次こそはおめを倒す。そうですか、それは楽しみです。では、ごきげんよう、Jフォースの皆さん。大丈夫。おめえ本当に強くなったな。あのフリーザと戦ったんだろ。ナイスガッツだぜ。敵の動きも気になるが、一旦アンブラスベースに戻った方がいいだろう。久しぶりに暴れたら腹も減っちまったしな。读取，然后等下进程会再对话一次，然后再读取一次。哎、欸、，PS4 换 SSD 太麻烦了。目障りな連中。脅威になる前に排除した方が良さそう。そう心配する。奴はただの元人間。この俺とは違う。自らを善だと信じているはず。正義の希望などといったくだらない言葉にすがる弱者たち、お前たちに教えてやる。頂に立つ強者こそが善悪を定めることができるのだ。この鬼キスリックだ。俺は世界を作り変えてやる。哦，这个章节我们终于打完了。第三章的标题叫神秘女子啊，但是这个神秘女子出现的次数没有很多。欸，所以这光头是两个不同的光头。欸，みんな集まったようだ。すでにみんなも気づいていると思うが、ヴェノムスの陰で目立ってはいなかった
ジャンプ世界から現れる敵の動きが活発になってきた。メキシコ地域ではあのフリーザがアイゼンと名乗る男と共闘していた。それは本当か？アイゼンは君たちと同じ世界のもののようだな。ああ、アイゼンのやつ、何を企んでやがるんだ。彼らが共闘している目的はわからない。だがレプリカを利用していたことから考えて、ヴェノムズの指揮官カインと関係しているかもしれない。カインって言えば、あの姉ちゃんが持っていた黒い本はどうだったんだ？あの本についてはまだ解析中だ。はっきりしたことは言えんが、現実世界、ジャンプ世界、どちらのものでもないことは分かった。本を持っていたアンジェラの回復を待つ必要がある。彼女の記憶が黒い本の謎を解く手がかりになるかもしれない。彼女のケアはこの俺に任せてくれ。サンジの飯を食えばすぐに元気になんだろ。いずれにしろ、あの黒い本の力について知るには情報が足りない。引き続き、みんなにはヴェノムズの動向に注意してもらいたい。各地から救援要請が続々と届いています。早速来たってばよ。俺たちの力見せると決めていたな。お前ら行くぞ。嗨嗨，陆克，没有声优。リュウク、よせ。驚かせてすまない。こいつはリュウク。見た目はこんなだが、危害を加えるようなことはしない。リュウクのことは気にしないでくれ。君に声をかけたのは他でもない。あの、アンジェラという女のことだ。彼女を救出したメンバーの中に君がいたと聞いた。何か話を聞いていないか。どんな些細なことでもいい。あの女が持っていた本にはきっと重大な秘密が隠されているはずだ。よう、どうかしたのか？何でもないですよ。少し聞きたいことがあっただけなので。アンジェラのこと、そんな名が聞こえたが。ええ、ベースキャンプ内では話題の女性ですからね。うん、それじゃあ僕はそろそろ。呼び止めて悪かったね。我们一起期待那个 Project Z 出的最新作吧。哎，终极系列如果弄在七龙珠上面的话，真的会成功哎，超适合的。你就把那个火影忍者那套拿来变七龙珠，哇，超强！